ションということで、一部皆様に演奏でお見せすることになっております。さあ、続きまして到着されました方々をご紹介しましょう。こちらは特別招待作品になります。ワランティーさんの皆さんです。どうぞ。本日はキャストの皆様にご登場いただきました。ということでですね、本当に華々しくですね、ご登場いただきました。映画ワランティーさんは特別招待作品として上映されます。そして本日はキャストの方々を代表いたしましてご紹介してまいりましょう。まずは松井美也子さんです。そして野村雄二さんです。もう皆様もよく知っていらっしゃるお顔の方々も多分ここで姿を現されると思います、ね、ということでですね、新宿ピカデリーと渋谷シアタースクエアで上映されるこちらのですね、中国映画週間の皆様になります。お名前だけご紹介させていただきたいと思いますので、皆様全員揃いましたらですね、本当に華やかに、もう監督から女優陣の方からプロデューサーの方々まで今日はお越しいただきました。ね、皆様よく知るビキちゃんさんがちょうどね中央にいらっしゃるわけなんですけど、さあお立ちいただきますでしょうかね。ちょっとありがとうございます。本当にたくさんの方々なので、お名前だけちょっと私の方からご紹介させていただきたいと思います。まずはジャンピン監督です。皆さんよろしくお願いいたします。続きましてヨン・レイキンさんです。今のビキちゃんさんですね。そして続きましてはチョン・ショウピンさんです。リッキー・ジュンさんです。お名前とてもありがとうございます。そしてリッキー・チャーさん、間違えちゃったわって今おっしゃってたんです。ありがとうございます。そしてチェン・クンさん、ありがとうございます。ジェイシー・チャーさん、ありがとうございます。そしてソン・ワーチェンさん、プロデューサーさんです。ありがとうございます。そしてリン・ミンジェさん、女優さんですね。あったりです、はい。そして、キミー・チャオさん、はい、アーティストであり、そして俳優さんです。ヤン・チン監督、はい、ありがとうございます。そして、ヤン・イン・プロデューですね。ありがとうございます。そして、ユー・コーセンさん、プロデューサーさん、いらっしゃらない、はい。そして、ホー・チュンさん、中国映画週間の皆様です。盛大な拍手お願いいたします。この中国映画祭もお顔を見て皆様お分かりだと思いますが、豪華絢爛になります。本当に名のある女優さんですとか、また監督さん、そして俳優さんの方々がですね、舞台挨拶にも立たれますので、ぜひ皆様こちらもファンセットでご覧いただきたいと思います。拍手をお送りください。どうもありがとうございました。新宿ピカデリー、そして渋谷シアターの前で上映されます中国映画集会の皆様でした。ありがとうございました。紹介してまいりたいと思いますが、日本映画ある視点からになります。アワーブリングエタニティの皆さんです。どうぞ。